はい皆さんこんにちは村長です今日もブリューのお話をしていきたいと思います最新版の2023年5月ですけれどもこのバージョンでの新しいことを徹底解説していきたいと思います徹底解説のパート1の方ではですね全体の流れそして文字の装飾その辺のところを中心にお話をしましたが前回 お話ができていないな部分これを今日はお話し,していきたいいいと思いますいつものようにテキストからビデオを作成するんですが今回は僕の方で打ちかけたものがありますのでそれを利用しますそしてその前にですね一つお知らせがありますここに「青」「と春」「と蒼太」「林」「葵」という5つの名前がありますこれはですね ブリューの音声合成。この5月から使用量によって有料になるということだったんですけれども、この今書いてある5つの和車に対しては、これからもずっと無料で使えるようです。日本語ではこの5つの和車を無料にするということが決定されたようです。ありがたいですね。ではやっていきましょう。今日のテーマは、 ライブの告知、サマーフェスティバルということでやりたいと思います。日にち、場所、バンド名。バンド名は飛び切りブリューバンドという風うに書いていますが、このようにして簡単にだけ書いてあります。その後は作文をしてもらおうと思っています。ではやっていきます。テキストからビデオを作成する。これを選びます。そしてタイトルには ライブの告知サマーフェスティバルと先ほど書いてあったものをここに貼り付けますそうしましてその他自分が今作文してあるものをこのように貼り付けますここでですね続きを書くということでここに続きを書いてもらいましょうこの作文に対して理解してですねその後ちゃんと 文章を作っっててくれるようになっています2023年7月10日に奈良文化会館で開催されるサマーフェスバルでとびきりブリューバンドが出演しというふうにですねちゃんと僕が書いた部分は周到した形でこの5人ですということですねそして彼らは独自の音楽性とここからは全部作文です うまく考えてくれてますね。強烈なパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。なんとうまく書くんでしょうね。本当にありがたいですね。もう少し長くしたいので、続きを書くをもう一回だけ押しましょう。このように作文をしてくれました。今回はこの作文がどうかということは、ちょっと二の次にして、使い方ですので、内容に関しては、 ここでは触れません。でも皆さんの場合はこれを修正したりチェックをしてですね、自分なりの文言に変えていただく。これが大事だと思いますので、ぜひとも修正はやってください。では、これで動画を作っていきましょう。YouTube の16対9を選択した状態で次へというのを押します。僕の気に入ってる男性の中年、ここに ケータは僕が好きなんですがこれは確か1万文字でしたかねそこまでは無料ですけれどもそこからは有料になるもしくは制限がかかる声ですが今日はまだ制限がかかっていませんのでこれを選択したいと思いますそうしまして完了を押しますはいここで画像の生成をしてくれています 画面に映っている画像ができるんではなくて、これは今作ってますよという待ち時間のための画像であって、本来は内容に沿った画像を作ってくれています。ちょっと待ってみましょう。はい。こんな形で出来上がりました。そうしましたら、今日新たに勉強すること。その一つ目はですね、ここの画像を 変えていくということです例えばこの奈良文化会館というのがありますがちょっと自分のイメージには合わないこういう時はどうすればいいかというと画像のところにマウスを持っていくと置き換えるというのが出てきますそうしましたらここで置き換えるというふうにしてどんな画像が出てくるか確認してみましょうということで結果を見てみますまあ イメージとしては中じゃなくって外がいいですので左の下側これを選択したいと思いますそうしましたらこのように置き換えれるということですとっても便利ですねこの様子でもう一つぐらいやってみましょうここはバンド名とびきりバンドということでやってるんですがこれも置き換えてみましょうその時にはここで色調などを 選ぶことができます。ヴィンテージというのを選んでみましょう。そうしまして、色調というのがありますが、この色調をなしにしておくと、カラフルではないモノトーン、そういうようなものが出てきます。ちょっと結果を見てみましょう。はい。このようなモノトーンになりました。一番合いそうなのは、まあこれですけれども、もしうまくいかなかったときは、 何度かやり直してください。バンドって知るのでこのようになっていますが、このバンド名というのをこのように消してもう一度やってみましょう。はい。こんな感じになりました。やはりカラフルではないですので、レトロな感じがしすぎますよね。そういう場合はこのように右の方から選ぶことができます。では、こんなかっこいいステージの絵を選んでみましょう。はい。 ここのようにして選んででいくことができます。ドラムユータこれいいですねこれベース弦の数が曖昧ですけれどもまあいいとしましょうはいここでギターが先ほどからのニュアンスと少し違いますのでちょっとここで置き換えをしましょうじゃあこのギターを選びましょう次ですけれどもキーボードこれはキーボード間違いですね ピアノか何かにして置き換えてみましょうはいこの動画を入れてみましょうそしてボーカルはいボーカルは案外いいですねこのようにして図形を置き換えることができますここが図形が入っていませんので これも何か挿入しておきましょう。これは前の画像を使ってみましょう。これはそのままでいいですので、クリップ15となっているのを15から16にします。こういう時は、このところを押しまして、適用範囲を変更で直接入力というのをします。そこで15から16というふうに 打ちまして適用というボタンを押してください16はビデオだったようですのでちょっと見てみますこの機会にとびきりブリューバンドの圧倒的な音楽とパフォーマンスを体感してみませんかこのビデオの方が逆に面白いですのでこの画像はもう一度直します15だけにします はいじゃあここは動画ということで黒くなってるだけですまあこんな感じですねまだまだ他のところで直した方がいいところが出てくるかも分かりませんがこのようにしますそして開業のやり方とかですねそういうのは前回の動画を見ていただくとわかりますのでこれでやってみたいと思いますそうしまして音楽が最初から最後まで入っています このボリュームを確認してみましょう。音量の調整というのをします。10ぐらいになっていますが、ちょっとこの10というのでは小さい場合が多いです。20から30ぐらいが案外適量だと思います。前回はお話ししていなかった効果音についてやってみたいと思います。一番最後のところに効果音を入れてみましょう。はい。ここで効果音を 聞いてみます。最後にドゾンとこう鳴らしましょう。これは一番最後のクリップのところに空きクリップを入れまして。 そして、ここで入れてみましょう。はい。このようにして、そんなたくさんの時間もいりませんので、ここからここまでということで、これ、シフトキーを押しながらすると、このように範囲選択できますので、これでカットしましょう。これで、どのようになったか、ここから聞いてみましょう。彼らのファンにとっても貴重な機会となることでしょう。 チケットは早めに手に入れて夏の音楽祭を思いっきり楽しみましょうこんな感じになりました時間がなかったので選ぶのをあまり吟味していませんのでこんなドドンというのがいいかどうかそれは別の話ですけれどもこうやって効果音を入れることができますそして今さりげなく入れましたけれども秋クリップというのを入れるのは この右端です。これでですね、ピュッとこう入れると空きクリップができます。そしてクリップがいらなくなった時は、このクリップを選択しまして、デリートキーを押していくと、このように消すことができます。あ、消しすぎたとか思った時はコントロールドです。このようにして、もう一度このドドンを入れておきますね。このようにして空きクリップを入れたりもできます。 そして、せっかく空きクリップを入れたわけですから、ここにデザインテキストを入れます。これは前回も少しやりましたけれども、ここでこの飛行機が飛んでいくような、これをやりたいと思います。この内容のところを終わるということで、フィンとこのように打っておきます。文字の大きさ、ちょっと大きくしておきますね。 はい、デザインのテキストを入れることができました、まあ、挿入はこのようにしてずっと見ていただくとそんなに難しくないので基本的な操作としましては「選ぶ」そうすると右にいろんな項目が出てくるこれの繰り返しですですからこの「図形」というのを選んだりするとこのようにいろんな図形を入れることができますはい こういうようううななちょっとユニークな絵ですね。こういうのをジフィということで入れることができます。全体、画像、ビデオ、このようにして選択していくことができます。それでは編集を少ししまして出来上がった動画これを見ていただきましょうコンサートのお知らせ日時2023年7月10日場所 奈良文化会館バンド名「とびきりブリューバンド」「紹介とびきりブリューバンド」はロック中心のバンドですメンバーは5人ドラム裕タベースみちオギターたかしキーボード悦子ボ,ボーカルマリーサマーフェスティバル2023年7月10日に奈良文化会館で開催されるサマーフェスティバルで。 とびきりブリューバンドが出演しますこのバンドはロックを中心にした楽曲が特徴でメンバーはドラムベースギターキーボードそしてボーカルのマリーの5人です彼らは独自の音楽性と強烈なパフォーマンスで多くのファンを魅了していますこのライブでは彼らがこれまでにリリースした楽曲をはじめ新曲の披露も予定されています皆さん この機会にとびきりブリューバンドの圧倒的な音楽とパフォーマンスを体感してみませんかチケットは奈良文化会館のチケット窓口やオンラインショップで購入することができます早めにチケットを手に入れてこの夏最大の音楽祭で熱狂しましょうさらにこのサマーフェスティバルではとびきりブリューバンド以外にも多数のアーティストが出演する予定ですまた イベント会場内にはフードブースやグッズショップも設置される音楽を楽しむだけでなくさまざまな体験もできる充実したイベントとなっていますさらにこのイベントは奈良文化会館での開催ですが全国各地から多くの音楽ファンが集まることが予想されますそのため宿泊施設の予約も早めに行うことをお勧めします飛び切りブブーバンドのライブは、 圧倒的な音楽とパフォーマンンスが魅力のバンドですこのサマーフェスティバルでの出演は彼らのファンにとっても貴重な機会となることでしょうチケットは早めに手に入れて夏の音楽祭を思いっきり楽しみましょうはいこんな感じに仕上がりましたこれが自動でやれるところが約5分から10分。 そして手直しも5分から10分それぐらいの時間でこんなに素敵な動画が作れますぜひとも皆さんもやってみましょうそれではまた新しい情報が出てきましたら皆さんと共有していきたいと思っていますご視聴ありがとうございました村長スタジオでした